天然能登寒ブリの最上級ブランド、きらめき。今シーズンの認定が今日から始まり、第1号のブリに1本200万円の高値がつきました。能登で水揚げされたブリがずらりと並んでいます。解禁初日、きらめきは出るんでしょうか。きらめきは県漁協が天然能登寒ブリの知名度アップを図ろうと一昨年から認定しています。認定には重さが14キロ以上で傷がなく胴回りが十分であることなど厳しい基準を満たす必要があります。今朝、金沢と七尾の市場に並んだのは水揚げされたばかりの天然能登寒ブリ1225本。このうち七尾市のさざ波ブリ網が水揚げした重さ 16.2 キロのブリが唯一きらめきに認定されました。気になるそのお値段は。200万円は山なり七尾市に本社を置く食品スーパーのドンタクが200万円で競り落としました。3年連続の落札です。震災があって、豪雨災害があって、まあ、能登は悲惨な状況になりましたけれども、なんとか元気をお届けしたいなという思いで、3年連続ではありますけれども、今年は嬉しいというよりもほっとした、そんな気持ちですね。きらめきは明日、どんたく野々市中央公園店と七尾市のアスティ店で販売されます。